バビロニアの年度版、YBC7289-2 の平方根の、近日は60進法で4桁、10進法では約6桁に相当する。124、6051、620、603イコール1.41421296。バビロニア数学とは、古代メソポタミアのシュメールからバビロニアを中心とした数学全般を指す。 プリンプトン322メソポタミア地域はシュメール人によって都市国家が建設された後、アッカドの時代を経て、紀元前1900年から1600年頃のアムル人によるバビロン第一王朝が首都バビロンを中心に繁栄した。その後、ヒッタイトやアッシリアの時代を経て、シンバビロニアが再びバビロンを首都とする。数学や天文学の研究が最も活発になったのは、 バビロン第一王朝の時代だった。紀元前2600年から紀元前2000年のシュメール時代から60新法が使われた記録があり、バビロニアに引き継がれたとされる。シュルッパクで出土した紀元前26世紀のシュメール時代の粘土版には、バビロニアと同じ60新法の暗い鳥が見られる。現在までに設計文字を記録した粘土版が多数発掘されており、 その中で数学に関するものは400枚ほどある。最古の年度版は、紀元前3000年頃のシュメール時代のもので、土量校などに関する記録がある。シュメール時代から紀元前2000年頃までの期間は、数学に関する記録は少ない。バビロン大地王朝時代に、数学の資料が最も多く残された。現存する重要な資料として、以下のものがある。 バビロニア数字60進法によるクライドリ奇数法を作り上げ、バビロニア数学の発展のもとになった。紀元前3000年頃のシュメール時代の奇数法には、系統的な60進法はなかったが、紀元前2000年頃に1と10を表す記号によって60進奇数法が用いられるようになった。これにより、星の運行計算などを行う天文学の分野が発展したほか、 分数の簡潔な表現も可能とし、小数の概念も存在した。空位となる場所に桁を保持するための記号は、セレウコス朝時代の前から見られるが、例を表すことはなかった。ラガシュの王エンメテナの解雇碑文。世界最古の複利計算の記録があるとされる。奇数が60で、位取り方式があったため計算が容易になり、特に分数計算が簡便となった。 計算を簡潔にするために、逆数、平方、立法、情報などを数表にした。乗算表には、2から20、そして30、40、50の掛け算が載っていた。逆数表には、81までの整数ではに、3、5の倍数のみ掲載することが多く、60の因数ではない素数の逆数は除外された。表をよく用いた点では、 エジプト数学とも共通点がある。また、紀元前2700年から2300年以降には、計算にアバカスが用いられた記録がある。算術を使った記録としては、遺産相続、家畜の管理、土地の面積、土量孔などがある。また、紀元前25世紀頃のラガシュの王であるエンメテナの、回顧碑文には、世界最古の複利計算の記録がある。言語を用いる、 周知的な台数により、一次方程式、二次方程式、連立方程式までを解いた。未知を表すために、幾何学的な用語を活用し、現代の X に当たる号、変、未知量の平方を正方形、二つの未知数を用いるときには、長さと幅で、積は面積と呼んだ。三変数では、長さ、幅、高さとなり積は体積と呼んだ。 バビロン内治王朝時代の粘土版には現在でいうところのピタゴラスの定理を研究した記録がある。数差で発見された粘土版にはピタゴラスの定理を用いた最も古い例が見られる。また、イラクのテルハーマルで発見された紀元前2000年ほど前の粘土版からは、後にエウクレーデスが触れた相似三角形について理解していたことがわかる。バビロニア数学は エウクレイデスなどのギリシア数学に影響を与えたという説がある。影響を認める側の論拠はバビロニアの二次方程式とユークリッド言論第2巻が似ているという点にある。影響を認めない側ではユークリッド言論第2巻の内容は基化であり、バビロニア数学のような台数とは関係がないとしている。セレウコス朝以降はバビロニアは ギリシアの影響を受けたヘレニズムの文化と交流が進み、さらに後世のメソポタミアではイスラーム帝国によるアラビア数学が活発となった。また、六十神法は天文学において用いられたことから、後世の時間や角度の単位に影響を与えた。ありがとうございます。